ボイセンベリー、または、ボイズンベリーは、キイチゴ属の交雑種の一つである。ブラックベリーの一種カリフォルニアブラックベリーと、ヨーロッパキイチゴもしくはローガンベリーの交配種であると、推測される。あるいはこれらに加えヨーロッパブラックベリーや、ガーデンデューベリーの名が挙げられることもある。果実は、深いマルーン色の大型の複合果で、内部に、大きな種子を含む。ボイセンベリーの実は、 ジャムやパイなどに使われる。1920年代末、アメリカ合衆国農務省のジョージ・エム・ダローによって、ボイセンベリーの追跡レポートが開始された。この大型で赤紫色のベリーは、カリフォルニア州北部の農場で、ルドルフ・ボイズンによって栽培されていた。ダローは、ベリー類の専門家として知られる、カリフォルニア南部の農場ネシのウォルターナットに協力を求めた。 ナットは、ダローの研究に協力することを承諾したが、彼はこのベリーについて、今まで一度も見聞きしたことがなかった。ボイズンが数年間前に農業を辞め、農場を売りに出したことを間もなく知ったが、二人は、諦めずに雑草だらけの農場に赴き、そこに生き残っていた、弱々しい鶴をいくつか採取した。二人はそのを、カリフォルニア州ブエナパークにあるナットの農場に移植し、 果実をつけられる状態に戻るまで養育した。その後ナットはこのベリーをカリフォルニア南部で商業的に栽培することに成功した。1932年、ナットは農場の直売所でベリーの販売を開始したが、この大きくて味の良いベリーはほどなくたくさん売れるようになった。ナットはこのベリーの名前を尋ねられた時、元祖の栽培者にちなんでボイセンベリーと答えた。 彼の家が経営していた小さなレストランとパイヤは成長しナッツベリーファームとなった。またボイセンベリー人気の高まりを受けてナット夫人はジャムの製造を始めた。そしてこのジャムもまたナッツベリーファームを有名にした。ニュージーランドでは1935の37年にボイセンベリーがナットの農場から導入され、キイチゴ族のうち最も重要な栽培植物になった。 日本では馴染みが少ないが、滋賀県高島市宿川町が、アドベリーの名で特産品として生産、販売し、香川県三豊市、群馬県館林市、広島県呉市倉橋島などでは、ボイセンベリーの名で生産している。ありがとうございます。